皆さんこんにちは、ハロハロネクストです。フィリピンに関する知って得するニュースや知識、面白ネタなどをハロハロネクストの視点でシンプルに分かりやすくお伝えします。マルコス大統領はパシグ川の都市開発に対応し、河川の再生と生活の質の向上を目指すため、パシグ川都市開発のための政府間協議会を設立しました。協議会はパシグ川を交通、レクリエーション、観光に適した持続可能なコミュニティにすることを目指しており、スクワッターなど非公式な居住者の移転に関する計画と実行を行います。パシグ川周辺の再生計画は何度となく行われてきましたが、果たしてうまくいくでしょうか。スクワッターといえども、そこで仕事を得て生活している住民もたくさんいます。単に住む場所や金銭の支援だけではうまくいかないことは明白ですので、住民の尊厳を守り、適切な改革が実行されることを願います。7月23日に行方不明となっていた言葉都市の女性医師の遺体が、彼女が働いていた病院の敷地内の浅い墓に埋められ、バナナの葉で覆われた状態で発見されました。ナスルディン・エンダイラはスタッフの一人であり、この事件の犯人として自首しており、彼は女性医師が寝ている間にロープで絞め殺したことを認めています。エンダイラは医師団体のスタッフとして委託された資金について彼女に問い詰められたため殺したと述べており、彼が資金を着服したことを認めています。この女性医師は職員の不正を正す立派な医師だったのでしょう。悪人がのさばり、善人が世を去ってしまう、なんとも悲しい事件ですね。マルコス大統領はフィリピン人の宇宙意識を高めるため、毎年8月8日から8月14日をフィリピン宇宙週間にすると宣言しました。フィリピン宇宙法が2019年8月8日に制定されたことに合わせて行われるこのイベントは、フィリピン人の宇宙科学分野での重要な貢献を称賛し、宇宙科学技術の価値、利益、フィリピン人の生活への影響を広めることを目的としています。ちょうど日本のお盆と少し重なる時期ですが、一体どんなイベントが行われるのでしょうね。特に休みになるとかではないようなので、一般のフィリピン人にとっては興味のない1週間かもしれませんね。台風エガイによる死亡者数は25人に増加し、パンパンガ州とカガヤン州が災害宣言を発表しています。さらにフィリピン全土で106の地域がエガイによる災害宣言を出しています。被災地の中にはパンパンガ側の水源地となっているブラカン州もあり、洪水被害が報告されています。エガイの次の台風ファルコンはルソン島の東側を進んでおり、フィリピン気象庁によれば北進するためフィリピン本土に上陸する見込みはないと予想していますが、南西モンスーンの影響で数日間は局所的な雨や雷雨、洪水や土砂崩れが警戒されています。台風シーズンど真ん中にあるフィリピンですが、この時期に渡航される方、そして現地在住の方はくれぐれも台風への万全な対策と、外出時にはくれぐれもご注意ください。フィリピン人、男性、女性を問わず、ほくろに生えた毛をそのままにしている人を見かけたことはありませんか？ほくろに生えた毛は幸運を意味すると信じられていることが原因のようです。これはフィリピンに限らず、アジア圏の他の国でも同じように考えられているようです。ほくろの毛もそうですが、女性でも鼻毛が出ていたり、鼻の下の産毛がヒゲのように生えている子をよく見かけますが、彼女たちはそれがセクシーだと考えているそうです。最近は欧米文化の影響で美意識が少しずつ変わってきてはいますが、日本人の感覚からするとすごく綺麗なフィリピーナの鼻毛が出ていたりヒゲが生えてたりすると微妙な気持ちになってしまいますね。このニュースの感想や質問などはコメント欄にお願いします。それでは次回もお楽しみに。